メラニー・ボニーあるいはボニーはフランスの女性作曲家。メル・ボニー名義で盛んな創作、出版活動を繰り広げるが、近年まで作曲家としてはほぼ忘れ去られていた。鍵盤楽曲と室内楽曲を中心に再評価が進み、声楽曲も再発掘されるようになった。美しく印象的な旋律が特徴的な超的な作風をとっている。 名前の発音はフランス語ではボニに近いが日本では英語読みのボニスでも知られる。ただし近年は英語圏でも言語に近い発音が尊重される傾向にあり、本校の本文中では以下ボニと表記することにする。パリのショーブルジョアジーの家庭に生まれる。宗教的に比較的厳格だった両親は我が子の学祭にはほとんど無理解で。 子供時代にはピアノを独学で練習した。ボニが12歳の時両親の友人でパリ音楽院のコルネット科教授であったアンリー・モリーの説得により両親は音楽教育を受けさせることを了承し、ボニはこの頃より作曲を始める。16歳の時、モリーの紹介で同じくパリ音楽院の教授であったセザール・フランクを紹介されるが、フランクはピアノのレッスンを通じて、 ボニの才能に気づき、1年後にパリ音楽院へ入学するように取り出す。ただし、この時も両親は、非協力的な態度であったが、フランクの強い説得に折れたのであった。ボニは、伴奏、歌声学、作曲のクラスを履修したが、この時の同窓生にピエルネやドビュッシーがいる。当時、作曲は女性の仕事とは考えられていなかったため、 女性であることを公にしない方が無用な差別に合わずに演奏される可能性が高かった。そのため棒にはこの学生時代に早くも中性的な偽名目るボーニーを使い始めている。1876年から1881年まで作曲法をエルネスト・ギーローに指示、伴奏法をオーギュスト・バジーユに指示して優秀な成績を収め、学内では伴奏で二等。 家政法で一等を受賞した。また、声楽のクラスでは、詩人でジャーナリストであり、22歳にして、すでに一定の影響力を持つ、音楽評論家でもあったアミデ・エティシュと出会う。ボニとエティシュはたちまち恋に落ち、結婚を目論むも、芸術家同士の危険な結婚を危惧する両親に阻まれ、ボニは、卒業を目前に実家に引き戻される。 優秀な学生であったボニの中隊は、ギロー、フランク、パリ音楽院の院長を務めていたアンブロワーズ、トマといった教授陣にとっても残念な事件であった。1883年、両親によって25歳年上の実業家、アルベール・ドマンジュと結婚させられる。ドマンジュは二度の離婚を経て、すでに5人の子持ちであった。ドマンジュは陽気な人物ではあったが、 極めて実務的な性格で音楽には全く理解を示さなかった。結婚生活において、ボニーは1898年までに3人の子供を出産し、家事と子育てに暴殺される日々を過ごした。パリで最も高級な地区であったマルソー通りの豪邸、サルセルの辞書、ノルマンディ地方のエトルタにあった別荘を行き来しつつ、成功した実業家の妻という役割を、 ボニは10年以上演じ続けた。ボニの人生を音楽に引き戻したのは、エティシュとの再会であった。エティシュは、ボニを出版社に紹介し、彼の歌の学生の伴奏を、ボニに頼み、自作の詩の作曲を依頼し、演奏の場に引っ張り出した。また、エティシュもすでに結婚していたが、エティシュは、ボニに激しく求婚した。ボニも未だにエティシュを愛していたが、 宗教的にも厳格な考えを持っていたボニは、長年にわたってエティッシュのプロポーズを拒み続け、非常に苦しい年月を過ごす。この頃に書かれたメゾソプラのチェロ、ピアノのためのエレベイとは、モンアームは、二人の密かに愛し合う気持ちを表現した曲である。しかし、ついに1899年には、ボニはエティッシュの子である四人目の子までレーヌを産んでしまう。 出産はスイスへの同時旅行と偽って、ドマンジュに隠れてなされ、子供は隠し子としてエティシュによって育てられた。ボニはこの子の成長を常に気にかけていたが、エティシュとの文通によって、あるいは遠くから見ることでしかまでレーヌの成長を知ることができず、苦しい胸の内を手紙に残している。ボニは1九百年頃から比較的家庭の束縛から自由になったこともあり、 エティシュやマデレーヌに関する苦しい気持ちを作曲に向けるようになる。ボニは作曲家協会に加入して最も有名な作曲家に贈られる賞を2度受賞し、1910年には事務局長となった。これは女性として当時は極めて異例のことで、これによってますね。フォーレ、サン・サーンスといった一流作曲家たちと毎日のように一緒に仕事をするようになる。 また、ボニーの作品は、一流の演奏家によって、一流のコンサートホールで演奏されるようになる。例えば、二台のピアノのための変奏曲は、当時有名なピアニストであった、フランシス・プランテによって演奏されたし、1904年に、書かれた、チェロ・ソナタは、ルイ・フルニエとリカルド・ビニエスによって、サルベル・リオーズで披露された。フォンテジーは、エティッシュの指揮により、コロンヌ・オーケストラによって、 シャトレ劇場で演奏された。この時代は、ボニーにとって非常に多作な時期で代表的な作品が多く生み出されている。第一次世界大戦が勃発するまでに、ボニーの上の子供たちは結婚するなどして、親の手を離れており、ボニーにとっては、マデレーヌのことが気がかりであった。エティシュはすでに妻と死別しており、マデレーヌは13歳の時にエティシュが、 実の父であると明かされて、エティシュセンを名乗るようになる。さらにマデレーヌの養母が死亡したため、母には自分を名付け親だと名乗り、周囲にはマデレーヌを繊細孤児だと紹介した上で、マデレーヌをサルセルの自宅及び、エトルトの別荘に頻繁に自宅に招待するようになった。1918年には夫のドマンジュが死亡するが、 捕虜となっていた長男にエドゥアールが無事に帰還したことは良いニュースであった。しかし、間もなくエドゥアールとマデレーヌが恋に落ちるという事件が起こる。イフ兄弟の道ならぬ恋を阻止するため、母にはマデレーヌに出生の秘密を打ち明けざるを得なかった。隠し子であるという出生の秘密は、当時は絶対に世間には言えない、恥ずべき家庭の秘密と考えられ、マデレーヌは聖書に誓って、 絶対に公害しないことを誓わされたのである。マデレーヌは大きな心の傷を受けたが、それでも母子の親密な関係は生涯にわたって続き、家父となっていたボニとマデレーヌは、マデレーヌが結婚するまで共に暮らした。生涯最後の15年、ボニは芸術家として募る孤独と病気に脅かされながらも、一層作曲に励んだ。ボニが残した約300曲のうち、 ピアノ曲が60曲ほど、オルガン曲が30曲ほどに上り、還元楽曲は11曲がある。全部で20曲ほどの室内楽曲では、代表的なものでは2つのピアノ四重奏曲のほか、弦楽四重奏曲、七重奏曲、バイオリンソナタ、チェロソナタ、フルートソナタが1曲ずつある。宗教的な声楽作品は25曲である。ボニーの作品は、 ほぼ60年間の傍却を経て、ようやく20世紀末に、再び注目されるようになった。作品の大部分は、ボニの生前に、アルフォンス・ル・デュックやマックス・エシグなどの著名なフランスの出版社によって出版されているが、そのほとんどに、メルボニという偽名を載せている。当時は、女性芸術家が自作に自らの名をほとんど記さなかったためである。作風は、 セザール・フランクに従った高キロマン派音楽から出発して次第に印象主義音楽の影響を受けるようになった。ありがとうございます。